ロシアが突然ウクライナへ侵攻してからかなりの時間が経過しました。ロシアの蛮行に世界が驚愕し、非難し、経済制裁も言ってはいますが、ウクライナへの進軍は止めようとしないロシアです。この戦争で、ロシア戦車へのウクライナ側のドローン攻撃に世界が注目することになりました。今回は、この強敵ドローン攻撃を無効化する HPM 開発について調べてみました。この HPM というのは、日本が次に開発を急いでいるハイテク技術です。ロシア軍によるウクライナ戦争が始まったのは2022年2月24日でした。当初は世界の多くの国が軍事力で圧倒的優位に立つロシアが短期間に勝ち戦を進め、ウクライナは早々に降伏してしまうのではないかと予測していたようです。何と言っても、装備、兵器、兵力のいずれの面でも、ロシアが上回っていますからね。1ヶ月のうちに、ウクライナの首都キーウ、ロシア語、キエフを占領するのではないかと予想していた向きもあったとか。しかし、幸いにも、この予想は外れました。3月7日時点、キーウは、ロシア軍の激しい攻撃にさらされながらも陥落せず持ちこたえています。ゼレンスキー大統領をはじめ、政権幹部も健在のようです。戦況については、ロシア軍の進撃が当初計画よりも遅く、苦戦を強いられているとみなす意見もあります。それが真実ならば、ウクライナが張り巡らせている防空網を初動攻撃で無効化できなかったロシア軍の弱さが原因だろうという指摘も見受けられるようです。ロシア軍の見込みでは、精密誘導兵器や爆撃により、ウクライナ軍の防空網を叩いた上で、制空権や航空優勢の状況を作り出すはずだったようですが、果たせなかったどころか、ロシア軍航空機にも少なくない被害を受けたとも見られているのです。制空権や航空優勢を得られなかったロシア軍は、やむを得ず、戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入、主要地域の占領を進める以外の戦術がなくなった可能性も囁かれていますが、追加投入した兵器などの損害も増加していると考えられます。ロシア軍が持つ大量の戦車や装甲車両に対するウクライナ軍側の反撃が、効果を上げている理由ですが、ウクライナ軍が保有しているトルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 の高スペックが大きく役立っているためと、その有用性を指摘する声が多いのです。このトルコ製の無人攻撃機バイラクタル TB2 という兵器は、遠隔操縦型ドローンの一種です。推測ですが、3名、操縦、索敵、攻撃等の弾頭、一組で操作しているものとみられ、戦車や装甲車両への攻撃には、多大な戦果を上げている模様です。バイラクタル TB2 は、2020年に起こった、アルメニアとアゼルバイジャン間のナゴルノカラバフ戦争で、一躍知名度を上げました。この紛争で、事実上に勝利を収めたアゼルバイジャンは、この兵器を有効に活用したことにも、注目が集まりました。ナゴルノカラバフ戦争について詳しく説明しますが、アゼルバイジャン軍のドローン戦術は二段構えだったと見られていて、はじめにアルメニア軍の対空レーダーや地対空ミサイルを俗に言う神風ドローンの自爆攻撃によって無効化したそうです。その後航空支援を受けられないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対し、バイラクタル TB2 による攻撃で大戦果を上げたということです。現在のウクライナ軍も部分的にですが、これに似た成果を上げていると考えられています。しかし、事前予測では優勢な航空戦力を要するロシア軍に、ウクライナ軍はナゴルノカラバフ戦争での
アゼルバイジャン軍と同じように、一方的にドローン攻撃を行うのは難しいだろうという見方も多いのです。数で勝るロシアに押されれば、ウクライナの劣勢は否めないでしょう。それでも、ナゴルノカラバフ戦争に続いて、ウクライナ戦争でも、トルコ製無人攻撃機バイラクタル TB2 の有用性は広く知られるようになっていて、今後の戦場におけるドローン対策の重要性は、各国の軍隊にとっては必須課題となると思われるのです。このように軍用ドローンをめぐる状況は、ウクライナ戦争でクローズアップされるようになりましたが、実は、それ以前から、日本の防衛省でも、これに対抗する兵器技術開発に着手していました。その証拠に、2022年度防衛予算では、この費用として72億円を投じることが決定されているのです。軍事用ドローンに対抗する兵器が、タイトルにもなっている HPM、ハイパワーマイクロウェーブです。対象となる軍事ドローンに対し、高出力マイクロ波を照射することによって、無効化を狙うものです。マイクロ波については、日常生活の中でも、よく耳にしますよね。一番身近なものは電子レンジでしょうか。また、携帯電話等で使用されている電波の周波数帯もこれに該当するとのことで、日本では2014年から基礎的研究がスタートしていました。日本では予算がついた2022年度から HPM 兵器開発を本格化させる予定で、5年後の2027年前後での実用化を目標としているようです。これをもって、従来の物理的な砲弾やミサイルを用いた迎撃兵器に追加することを目指しているそうです。では、HPM 兵器について見ていきましょう。その特性としては、照射される高出力マイクロ波が高速ということ、命中精度が高く、照射方向の切り替えにも優れていること、電源供給が確保できれば、連続での使用が可能であることなどのメリットがあると言われます。近年、技術的な進化が著しい軍事用ドローンですが、用途に応じてコンパクト化が進んでいるため、従来のレーダーやセンサー類では探知するが、難しい挙動も想定されていることもあるそうです。つまり、物理的な砲弾やミサイルでの迎撃には、おのずと限界があることが分かってきたということでしょう。また、迫撃砲や兵士個人が携帯できる、ロケット兵器等の小型兵装からの攻撃にも対応できると言われている、イスラエルの防空システム、アイアンドームであっても、それらに対して使用するミサイルの費用対効果を考えれば、コスパが非常に悪いことが、問題となっているのです。ミサイルは、一発で、億単位の金が飛びますからね。経費面を考慮した場合、高額な砲弾やミサイルを使用しなくて済む HPM 兵器は、高い優位性を持つことが、簡単に予想できます。また、数を頼んだ軍事用ドローンの飽和攻撃に対しても、優れた対応能力を発揮し、迎撃する可能性があるというのです。もっと良いメリットは、人間の消耗でしょう。HPM 兵器なら運用する人員についても、他の迎撃手段より人的な被害を少なくできる公算が高いのです。ですから、専守防衛を旨とする自衛隊にあっても、この理念に、ぴったりはまる防御兵器になると思われるのです。といっても、日本での HPM 兵器開発は、まだまだ本格的にスタートする初期段階にあります。しかし、これまで例示してきた小型軍事用ドローンの迎撃以外にも、その用途が拡大することで、既存兵器システムとの併用も十分考えられるということになります。
その最たるものが、現状では、海自のイージス艦に搭載された SM-3 ミサイルと、陸自が配備する PAC-3 といった2つの兵器システムによる、日本のミサイル防衛体制の強化です。この多層化に、HPM 兵器が貢献できることへの大きな期待が寄せられているとか。実際、世界でも、この兵器開発は進んでいます。すでに、アメリカ空軍では、2019年以降、小型軍事用ドローンの飽和攻撃に対抗する手段として、HPM 兵器トールの開発と試験を実施、予定通りの効果を上げているとも言われているそうです。このトール開発に、自信を深めたアメリカ空軍は、その拡大発展型ミニョルの開発も、すでに始めているとみられ、量産化されたミニョルが、軍事拠点や重要施設の防空網の新たな主兵装になる日も近いのではないかと見られているようです。トールもミニョルも北欧神話に登場する神の名前ですが、神話を持たないアメリカは他国の神を自分たちに引き寄せようとしているのだろうか、などと思ってしまいます。報道では、防衛省がアメリカが開発を半ば断念したレールガン開発を進めるとありましたが、試験ですが、HPM 兵器の方が実用化には期待が持てるのではないかと考えます。